はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。航空自衛隊の岐阜基地航空祭で X に先進技術実証機の地上展示を予定。航空自衛隊岐阜基地は毎年恒例の岐阜基地航空祭について2016年10月30日日に開催しますが、開発が進められている X に先進技術実証機の地上展示を予定していると発表しました。 X2-51-0001 は2016年4月22日近、製造された県営名古屋空港から航空自衛隊岐阜基地へ初飛行し、その後も試験飛行を重ねていますが、一般公開はこれが初めてとなります。同基地ではブルーインパルスの飛行展示はありませんが、 X に先進技術実証機の地上展示が予定されていますとし、例年にない地上展示を紹介しています。なお岐阜基地航空祭は10月30日日に雨天決行で、入場はもちろん無料です。同基地へのアクセスは名鉄鏡ヶ原線で、三柿野駅から北門へ約450メートル、六軒駅から新北門まで約600メートル、各務原市役所前駅から正門まで約1100メートル、また JR 高山線蘇原駅から新北門まで約1100メートルです。ネットの反応、やめとけ、気がついた時にはエアインテークに盗撮カメラを仕込まれてるぞ。低知能を大幅に下回る想像力の欠如は人類としては恥でしかない。うお、生きてえ。なんで見せびらかすんや。実験機やぞ。タミヤにでも頼んで、模型をタミヤは、あかんわ、あいつと図面なしで超再現するから。そこは青島だろ。何を撃墜してるシーンかパッケージが楽しみだな。タミヤは、自力で現物をスキャンする。飛行機は長谷川だろが、タイヤだけ並べて展示してた頃が懐かしい。目玉展示品があるということは、今年の岐阜基地祭にブルーは来ないんだな。最終的には浜松広報館に入るのかしら。小さくてちょうどいい。つか、引き渡し後は全然飛んでないじゃん。何やってるんだろうね。最初のどんがらかもしれん。3回目の飛行、いつなん。飛んだだけで、あれこれ行かれて地上勤務なのか、地上でのテストがメインなのか、日本の試験機とか改造機ってどのくらい飛ばすもんなんだろうな。 T2CCV とか中国語が飛び交いそう。1年後に中国で二回り大きいロシア製エンジンを積んだ試作機が。岐阜は遠い。まあ技術実証機だしな。完成させて空を飛んだ時点で終了。作る過程が重要であって、これ自体はあまり重要ではない。それに小さすぎるし。このデータをもとに試作機、実験機を作り、実験を繰り返しながら完成させていくと、まだ高速巡航試験してないでしょ。よくこんなどこが先進技術なのかもわからんような、2周回遅れの恥ざらし機体を展示する気になれるな。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。